というわけで皆さんこんにちは、ジョーチャンネルをご覧の皆さんこんにちは、ジョーさんです。どうも皆さんこんにちはですよ。というわけでね、今回は、はい、もうねお分かりの方はいらっしゃると思いますが、みんな大好きライダーウォッチ、違うなこれ、ごめんおっちゃん、おっちゃんこれ最初聞いといて。はい、みんな大好きライドウォッチのコーナーでございます。やっ、というわけで今回ですが、もう早速ですよ、早速今回はね、まあ配信中にも言ってたんですけど、はい、追加の儀式というわけでね、追加の儀ですよ。なんで今回早速何を追加していくか、もういろいろ買ってきたんでね、はい、もうとっとと紹介していきますよ。まず最初にやっと見つけました、はい、ベビーン、これね、ライドウォッチダイザーの拡張パーツです。やっと見つけたね。いろいろ、もう本当にいろんなおもちゃ屋さん回って、でツイッターにあるなんか情報くれた方ありがとうございます。ツイッターにね、とあるところに見つけましたっていうお声をいただいたんで、本当にそこに買いに行ったんですよ。そしたらなんと本当にありました。ありがとうございます。なんでね、この拡張ダイザーやっとだよね、これね。だから今2段やけど、ついに3段目になるっていうわけでね、これどんどんやっていきたいわけなんですけども、とりあえずこれまず開けていくかね。とりあえず3段目をもう一気に作っちゃうじゃん。作るでもう、んーし、やっていくよ。ちょっと待ってねー。これ最初ね、ごめんね、最初にもうさ、こういうの開けてちゃんと出しやすいようにしとけよって話やんね。いつも段取りが悪いんですよね、すいませんね。し、開けていきます、開けていきます、開けていきます。なにこれ、めっちゃボロボロ出てきたやんけ。すげえ、あすごく、なんか抜いたら抜いたで、すごいなんかボロボロなるやん、これなんやねこれ、もうどういう作りや、ええわ。というわけでね、箱に綺麗に締めて、まあこれ、はい、多分底面パーツやね、拡張だけなんで底面パーツ、いや、底面パーツ、ジョーさんのこの英語力ね、うん、は英語力じゃない、発音か、テーマパーツ、天面ってでもそもそもあれかイングリッシュじゃねえの、ね、しょうもないね。というわけで、はい、作っていきましょう。これもう慣れたもんよ、これもう慣れたもんよ、ジョーさんもうすぐ作っちゃうからね、これもう慣れたもんやから、ジョーさんこれね、はい、これね、ちゃんと下に置いてやらないとダメだからね。うん、ジョーさんも慣れたもん、とりあえず出来上がるまで少々お待ちください。これ手元映すようにしなあかんね。でもね、カメラだから、買ったんだよちゃんと、このカメラ固定してるやつで、今カメラ固定して撮ってんね、今ちゃんとねやったんやけど、なんかいろいろちょっと撮るアングルは決めなきゃいけないね、これね、またね、手元見えねえよってめっちゃ突っ込まれそうや、また何してんねんっつって、ああここ、はい、
というわけでね、何が起きたか分かりませんが、ちゃんとなってやります。なんと5社、あ、まあ、やめとこう。え、5個でやってる、1、2、3、4、5、うん、5個や。そういうことはあんま言わないようにしとこう、配信中には。はい、というわけでもうあっという間に出てきました、出てきました、できました。はい、うん、というわけでね、はい、テンメンパーツ、はい、これね、ちょっとね、正直なレビューを申しますと、まあ、これでまあ約2500円ですか、2500円、ちょっとね、高いね、ちょっとね、うん、しかもね、これ、よく見て、こうかな、これ、うん、こちらの商品は人気商品のため、お一人様一点限りとさせていただきます。ご了承くださいませ。っていうわけでね。2個買おうとしたジョーさん止められました。はい、こんな分かりやすい張り紙されてたのにね、ジョーさんそのまま2個持ってったらね、止められました。うん、ジョーさんみたいな欲しい人がいっぱいいるからね、まあしょうがないよね、それはね。うん、というわけでね、拡張の儀、拡張の儀参ります。はよーはよーよーはよーはよーよーはよーはよーよーよーはよーはよーはよーよー、できたー、でかっ、よさ見えへんやんけ、もうこれ。3段ともなるとめちゃくちゃでけえな。これがまあ実際にもね、テレビ版で使われてるこの実寸大のサイズってことですかね。要はこれすごいね、やっぱ大迫力、一家に一台デラックスワイドウォッチダイソー、いかがでしょうか。というわけでね、なんと何の真似かも何のあれかもよう分からんけど、すごくでかくなったね。ブレイドさんすごく見やすくなったね、これで。うん、というわけで、まあ、拡張して、まあ、さらにでかくなりました。ウキウキするぜこれ、ウキウキするねこれ。まだね、一番上はまあ相変わらず DK とかでかいからもう DK とにしとくんだけどさ、まあ、で見やすいとこにブレードさん いるんだけどさ、うん、ジローもここでいいか、ファングもここがいいな、下の段は埋まってっから。じゃ早速、はい、ジョーさんが今回選んだライドウォッチですが、やっと見つけましたよというわけで、はい、ドン、カブトアーマー、やっとですわ。はい、真っ先にカブト探してたんだけど、どこも売り切れっていうね、なかなか見つけられんかったけど、やっとこの子見つけられたので、ね、もう即ですよ、速攻。はい、これくださいって言ってきたわ、これくださいって。なんでね、ちょっと開けてきますよね。えだからね、これもね、最初から開けとけっていうね、うん、どうせおっちゃんに多分ここカットされるから大丈夫だと思うんだけどさ、この開けてるところ、長いわ。ちょ、もうこんなとこ誰が見ておもろいね、おもろいねって言ってね、もうこんなとこカットするに決まってるやろ、冷静に突っ込まれてね、カットされてるとこなんですよ、ここは多分。ベベベベベベーカブトー、はい、箱をきれいにしまいましょう。あ、そういえばさ、まあ、この合間に話すんだけどね、ライドウォッチスペシャルセットね、
8月に届きますわ。カリタンが、カリタンが届くよ。あれもう買うしかないでしょ、もうね。はっ、この新品のおもちゃの匂いダメだな。カブトムシの匂いするわ。カブトムシの匂いした。やめとこう。というわけでね。はい。カブトですよ。カブちゃんですよ。はい、ポッドキャストオフ。あれあれ。ちょっと待って。おい、これハズレじゃねえのこれ。ジョーさんが作ったプラモデルみたいになってるやん、ここ。これ絶対爪のパーツのとこわかる、これ見える、みんな。ちょっと雑やな、ここ。もうちょいヤスリかなんかで綺麗に削れたやろ。なんかめっちゃ引っかかるわ、ここ。ハイパーキャスト、オフ。よっしゃ、できた。なるやんけ。というわけでカチャコン。はーい、はい、かっこいいです。はーい、かっこいいです。えっ、は？なんで勝手になんの？壊れてんのか、お前。とりあえず鳴らそうぜ。鳴らそうぜ。行くぜ。え？めっちゃ渋いやん。いや、ちょ待って、最初のカブトめっちゃ渋ない？もう一回聞こう。ちょっと待って。カブト、カブト見て、ト見て、うん、みたいな。わかる？この抜ける息、抜ける息。トゥトゥ見て。キャストオフして超加速。ビートルのライダーはチチ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 チカブトだ。でもかっこいいんだけど、俺こっちの方が好き。カブト、カブト、トゥ。これ壊れてんじゃん。みんなのカブトのライドウォッチ聞かせて。逆にこれ俺のライドウォッチ壊れてんじゃん。だからカブトムシの、カブトムシの匂いしたんちゃう、黒からね。そんな言う、トットみたいな、トットってトットトットって2個入ってんねん。カブト、ほら聞こえた今。カブト、ある意味レアかもしれない。これプレミア、なんかあの、10万分の1とかでなんか入ってる激レアなウォッチかもしれない。というわけで、ジョーさんね、あらかじめね巻いてるんですわ、ここに。とりあえず変身しとこう。というわけで、ここからですよ。ここから、いきます。せやな、まずはそうやな。おー、イエス、いい音やないか。フィニッシュタイム。
行くぜ。もういい、いいじゃない、いい音鳴るじゃない。うまっ、やっぱさすが、さすがわしの兜や。わしが押すだけあるわ。ブレードの横つけとこ。押し面や、わしの押し面や。ジオありがとうね。うん、というわけでね、はい、あなたに兜が仲間入りしました。でもこの兜なんかおかしい。というわけでね、今回は拡張パーツ3段目ができました。そして兜が仲間入りしました。真ん中スカスカです。バランス、バランス。というわけでご視聴ありがとうございました。次の拡張の義務お楽しみに待っていてください。これもなんか変だけど。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、ツイッターの登録、チャンネル登録よろしくお願いします。